俺は木下和也、20歳、都内で一人暮らしをする大学生だ。ちなみに彼女はいる。繰り返そう、彼女はいる。ごめん、他に好きな人できちゃった。別れよ。くら…えた…生まれて初めてできた彼女だったのに、それもたった1ヶ月で振られるなんて。あのちゃん、あの手この手で距離を縮めようとしたけど。終電あるから。そうだよね、電車って家帰るのにめっちゃ便利だもんね。ブロックされてる。もしかしてもう好きだって男と。もう最悪だ。なんかちょっと興奮してるし、俺のチンコはどこに向かってんだ。レンタル彼女。やだ、もうなんか全部やだ。何やってんだろう俺。どうせ相当盛られたブスが来るに決まって。オレンジのシャツにストライプのパンツ。ん？だよね。大学生か。何年生？1年。え、私も。あ、でも俺一浪してるから。じゃあお兄さんだね。めっちゃ可愛い。この子の彼氏は相当鼻高いだろうな。いいかな。ああ、はい。やべえ、帰りたい。帰って寝たい。俺はメールで今度デートプラン通り行くんだ。私、水族館初めてなんだ。珍しいね。あの子かわいい。ああ、あれはグローライトテトラ。詳しいの？一応アクアリウム趣味で。すごい、初めての水族館が和也君とでよかった。けしからん！あれが全部演技かよ！別れ際手を握るのがマニュアル？人の心まで遊びやがって！魚の名前も知らないバカでした。これでやりくりしろ。生活費についてはこの後一切仕送りはしない。
キャンパスライフにかまけて無駄遣いすることのないようにな。バカ野郎、俺は大学に遊びに行くんじゃねえんだよ。ねえんだよ、ねえんだよ、ねえんだよ、ねえんだよ。一言、一言言ってやる。和也くん、待った。髪やるの時間かかっちゃって。和也くん、イヤかもって不安だったんだけど、どうかな。別に嫌じゃねえよ。よかった。くそ、チキショウ、かわいい。はい、ありがとうございます。なんかさ、虚しくならない？え？好きでもない相手とデートして金もらって、へこまない？ううん、私はこの仕事好きだよ。和也くんみたいな人にも出会えるし。袋、ご夫婦一緒でいいですか？はい。え、あ、いや、夫婦じゃなく、恋人です。いや、恋人でもないでしょ。え？他人でしょ、一応。あ、とりあえずお分けしておきますね。うん、和也くんの好きなように呼んで。見て見て、和也くん、ネオンテトラ。ああ、うん、かわいい。チンアナゴって臆病だからずっと砂の中に住んでるんだよね。今日のためにめっちゃ。もういいって。え？だからそんなことして何になんの？プロとしてできな意味ないでしょ、そんな。どうせ一日だけの付き合いなんだから。ちょっと和也くん、急にどうしちゃったの？すぐ別れるんだから。いくら相手のことを思ったって無駄じゃん。ちょっと行こう。バカみてえだけど言ってやった。好きでもねえのにどいつもこいつも恋人ごっこしてんじゃねえよ。あなたね、どういうつもり？バカなの？こんなところで大声出してみんな見てるじゃない。だいたいさっきから何、虚しくないとか聞いてきたり、他人でしょとか言って、え、バカなの？レンタル彼女だっつってんじゃん、そういう約束じゃん。あなただよね、申し込んできたの。利用規約に同意ってとこにカチカチってやったよね。大体私の満足度1ってどういうこと？私あなたに何か変なことした？あれでレビュー 0.3 も下がったんだからね。私は今まで満足度5しか取ったことないし、出た、それに誇りを持ってる。これが今までだってこの仕事に手を抜いたことないし、水原千鶴、今回だって何の興味もない魚の時点まで買ったのに、何この仕打ち。ただ言えるのは、営業妨害なら他でやってくれる？マジでありえない。あー、もう最悪、これでまた星1年。俺が悪い。で、どうする？まだ続ける？その気があるなら私もそのつもりでやるけど。おい、何？ちょっと、まだ話の途中なんだけど。わかった。ばあちゃん、倒れたって。あ？俺、行かなきゃ。ちょっとまだ時間残って。大げさな、気絶ぐらいで。心配しますよお母さん、まだまだ大事なお体なんですから。おふくろ、年寄りだって自覚持ってくれよ。店のこともあるんだから。入院だって初めてのことじゃないんだ。この部屋 Wi-Fi 通っとるか？お母さん、スマホは？シニア向け雑誌買ってきてやるよ。何か柔らかいものでも。老人扱いするな。で、そちらのお嬢さんは？和也と一緒にいたから連れてきたんだけど、
大学の同級生の方かしら。まさか彼女。ははそれはないよ母さん、カズヤだぞ。そうよね、カズヤですもんね。カズヤ、彼女だ。はじめまして、水原千鶴と言います。お見事。こんな形でのご挨拶になってしまい申し訳ありません。よろしくお願いします。ラインじゃ。はあ、早速帰って歓迎の宴の準備じゃ。無茶言うなおふくろ。お前こそ何言っとるか。カズヤがこんな結婚有料ナイスバディの別品を連れてきた。結婚有料バディ、カズヤが、あのカズヤが。おふくろ、こんな美人の彼女を分かっとるのか。あのカズヤが20年間女っ気なかった、あのカズヤが、カズヤが。じゃあ店に戻るから、カズヤ、後を頼むな。ああ。ちゃんと彼女のことを送ってくんだぞ。千鶴さん、今度ゆっくりうちにいらっしゃいね。ありがとうございます。ところでお主ら、もうセックスはしたのか。ばあちゃん、結婚となれば体の相性もあるからの。結婚って。カズヤさんと話してたんです。え、そういうことはしっかりしようって。大切なご長男ですし、おばあさんに認めてもらってからにって。なんつう対応力。しなさい、してよし、夜でも昼でも好きなだけ。ばあちゃん。じゃあ、ね、これは演技。そうじゃ、他のばあさんたちは呼んでくる。え、他？孫に彼女ができたら紹介してくれと言われとったんじゃ。どういうこと？ああ、ばあちゃんここ入院3回目でさ、友達結構いるみたいなんだよね。やばい、どうしよう。なんだよそんな焦って。入院してるの？え？うちのおばあちゃんも入院してるの、この病院に。レンタル彼女のことはおばあちゃんには話してないの？それってなんかいろいろまずくね。だからやばいって言ってるでしょ。とにかくここから出なきゃ。あ、ちょ、みんなこっちや、こっち。とにかく別品でのばあちゃん、あんな別品さん。やばい、来た。こっち。田中さん、腰を抜かさんよ、気をつけてくれよ。大丈夫だよ、みんなも心臓止まらんようにな。楽しみね。空き部屋。ここにいたら見つかるのも時間の問題ね。窓から出るか。ここ5階よ。じゃあどうすんだよ。バラバラに出るしかないわ。あなたが先に出てみんなを引きつけて、私はその間に病院の外に。引きつけるとってどうやって。そんなの自分で考えてよ。え、そこは確か空き部屋。何のためにどうかの。くるとりあえずこっち。おらんか。姫、千鶴姫。カズヤ、お前これ。バカ、声出さないで。そんなこと言ったって。これよっぽどピンチなんですけど。ちょっと何考えてんのよ。いや無理言うな。二十歳男子の正常な反応だ。うん、今すぐ下ろして。だから無理だって。これ以上やったら事務所に
通報するわよ。バカ、動くとよけ。大丈夫ですか。もし大丈夫じゃん。そうですか。つかぬこと伺いますが、若いカップル見ませんでしたか。病院の外に行くと言っておったの。何、オンに来ます。星は外じゃ。言ったみたいだな。そうね。この距離やばい。なんて細くて柔らかい体。今俺の彼女だよな。ドラーン。何考えてんの。レンタル彼女だっつってるでしょ。あんたとそういう関係になるなんて天地がひっくり返ってもないから。千鶴？千鶴じゃないの。おばちゃん。どうした一ノ瀬さん。あ、カズヤ。この子がカズヤくん。じゃあ、なごみさんのお孫さんの彼女って千鶴なの。それってまさか。千鶴は私の孫娘です。これ以上迷惑は。ごめんばあちゃん。本当は俺彼女なんて。和也さんのおばあちゃんとうちのおばあちゃんって知り合いだったんですか。なんて偶然、運命かも。なんて驚きましたよ。まさか千鶴姫が一ノ瀬さんのお孫さんだったとは。私もですよ。それで納得しました。一ノ瀬さんのお孫さんだからこそこの八面玲珑なナイスバディなお嬢さんに育ったんだと。あらやだ、私こそ千鶴の彼氏が木下さんのお孫さんなら安心です。二人の結婚に向けこれからも末永く。こちらこそ。結託すな。悪かったな、あんたにまで嘘つかせて。別にいいわよ。多いから家族に紹介したいってお客さん。そうなのか。この仕事秘密にしてた私も悪いのよ。別れたってことにしましょう。それが一番いいわ。そうだな。うちの実家名古屋酒店って商店でさ、じいちゃんの代で作ったのを今は親父と母さんが継いでんだ。じいちゃんが早くに死んで、ばあちゃんが借金と親父背負って一人で守ってきてさ。だから我が家にとっちゃばあちゃんは神様みたいな人だ。神様の夢なんだと、死ぬまでに俺にいい人ができるのが。俺もばあちゃん子でさ、ばあちゃんが死ぬまでに俺だって夢を叶えてやりたい。1ヶ月付き合った彼女がいてさ、ばあちゃんに会ってほしいって言ったら断られて、結局振られてさ、半ばやけになって借りたんだ君を。達成だろ。ウサギかっつんだよな。寂しくて死ぬやつ。寂しくない人なんていないのよ。え？隠せる人が多いだけ。みんな心に開いた穴を仕事とか恋人とかで埋めてるのよ。ばあちゃんにも謝って、いつかちゃんと本物の彼女も連れてくる。自分の力で何とかするよ。本当の自分だけはレンタルできねえんだからさ。くっ。
何すんだよ。くっさ、キモ。その恥ずかしい自己陶酔シーンに私を巻き込まないでくれる。てめえだって日頃くっせえ芝居してんじゃねえか。私のは仕事よ、臭い上等だわ。その今日はいろいろごめん、ありがとう。家族を喜ばせたい気持ちは私も同じよ。でも今はまだどうしてもこの仕事を辞めるわけにはいかないの。え？ま、今日みたいなのは勘弁だけど、自分ウサギかよって思ったらまた呼んで。いや、もう水原千鶴に会うことはない。もう頼らない。恋人ごっこはもう終わり。そしてこれは始まり。俺の細々としたでも前向きなキャンパスライフ。よっカズチン、昨日何発抜いた？未練たらたら童貞ライフの始まりなんだ。3発だわ。うわすっげえ。さすが DT。 お互いな。ん？放送開始だな、水原。そうね、和也くん。和也くん、第1話の予告が和也くんと一緒で本当によかった。もしかして今廉価のモードになってます？もちろん。じゃあ先にいいかな。基本料金プラス指名料プラス次回予告30秒の高速料が発生するから合計で。次回のカノカリは元カノと彼女。和くんもいろいろ大変だね。